始まったな。始まりましたね。今回は、ファミコンで1983年に発売された、ベースボール、の、驚きの裏技を紹介するぜ。どんな裏技なの？ものすごい、魔球のような変化球が投げられるという裏技だぜ。では、やり方を解説するぜ。まず、ファミコンの拡張端子に、拡張コントローラーをつなごう。そして、ワンコンの上ボタンを押しながら、さらに拡張コントローラーの下ボタンも一緒に押しながらボールを投げてみよう。何これ、めっちゃスローボール。この操作で、超スローボールが投げられるんだ。そして、この超スローボールは、投げた後に左右のボタンでコントロールができ、ものすごく曲がる超変化球にもなるんだ。え、めっちゃ曲がる。っていうかとんでもないところに飛んでいったわ。しかもストライクって、嘘でしょ。今のはちょっとやりすぎたから、今度はもっとコントロールした魔球を投げてみよう。すごい、くねくね曲がった。これはすごい魔球ね。では、これから、いろいろなスーパー変化球を投げてみるぜ。次は、左右に大きく、グイングイン曲がる変化球だぜ。すごい、一塁ベースを越えて戻ってきて、三塁ベースに届く勢いで逆方向に行ったと思ったら、またホームベースに向かってくるなんて、完全に物理法則を無視した、とんでもない変化球ね。さっきはホームベースを通らず、ボール判定になってしまったから、今度はホームベース付近を通るようにコントロールしてみよう。ストライク、次は、冒頭のように、とんでもない方向へ投げてみるぜ。さすがにボール判定ね。こんなに遅いボールなのに、バッターはなかなか打てないのね。遅すぎて、かえって難しいのかもしれないな。次は、超スローボールの中でもかなり遅い球速になるぜ。遅い、遅すぎる、一体何キロの球速なの？2キロ？ 2 キロって、笑っちゃうほど遅いわね。でも、もっと遅い、超スーパースローボールも投げられるんだぜ。もう少し後に投げるから、期待して待っててくれ。さあ、いよいよフルカウント。ここで決め球、魔球、超スーパースローボールを投げるのね、ワクワク。来たー。遅い、想像以上にめちゃくちゃ遅い。いつになったらベースにたどり着くんだろうな。そして、謎の球速、1F4キロ。遅すぎて、スピードガンがバグってしまったのかな？とっても面白いわね。では今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。コメントもよろしくだぜ。